西表島には数多い日本のスポットの中でも1、2を争うのではないかと思うようなダイナミックなスポットがたくさんあります。またダイナミックなだけでなく、細かい生物をじっくり楽しめるスポットもあり、数多くの種類の魚を見ることができます。さらに未開でダイナミックな海が期待できるのが与那国島です。ここは陸上の断崖絶壁の迫力に負けないほどの地形と大物回遊魚の群れが見られる島として、ダイバーの注目を集めています。水深15メートルほどの棚が続き、沖に行くと20メートルから30メートルに落ちるドロップオフがあり、壁には磯花やヤギ類がびっしりついていて、霞蝶々魚の群れが待っています。回遊魚やカメ、時にはハンマーヘッドの遭遇も期待できるので、沖を見るのを忘れないようにしましょう。頭部がハンマーのような形に奇妙に突出しています。神経質でなかなか近寄ってきません。のんびり泳いでいるようですが、かなりのスピードが出ます。澄んだ青に背中から尾びれにかけて綺麗な黄色の帯が伸びています。小浜島からだとボートで5分から20分の西表島と小浜島の間を流れる与那良水道の万田町スポットです。水深18メートル、南北300メートルほどの間に細長い根が点在し、ナンバー1から15までの万田町のポイントがあります。ダイバーの憧れ度ナンバーワン、世界中にマンタという名のスポットがあります。リーフ上に外海側を底辺に三角形に4つの穴があり、水中でつながっています。出口はかなり広く、天井や壁にはヤギや磯花が密生しています。リーフの壁を左に見ながら移動していくと、やがてブルーコーナーに出るので、エアに余裕があれば2つのスポットを一度に楽しめます。
幼魚の頃は大きな群れを作っていますが、成長するにつれて群れの規模は小さくなります。